米国株ワールドへようこそ。10月の12日木曜日です。いいね、チャンネル登録よろしくね。それでは米国市場にズームイン。はい、ジャッカジャーン。今日のヒートマップなんですけれども、ハイテク系いいですね。NVIDIA なんて 2.2% も上昇して、マイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾンと、かなり、上昇してきています。エネルギーの、大手エクソンモビルやシェブロンは 3.5% とかね、大きなマイナスですけど、また後ほど、ニュースの方お伝えします。はい、そして雇用統計の時にお伝えした、考えるな、感じろということで、金利がですね、かなりあのピークでこれから下がるんじゃないかとね予想したんですが、まあ予想当たりまして、今日も、前日で 2.1% ほど10年利回り、低下しました。ちょっとリセットされて今マイナス 0.04 になってますが 4.558 ということで、4.5% 下回ると、株価の方また一段と上昇するんじゃないかと思います。はい、 4.5% は一つの水準と、考えていますよ。そして、出張でですね、ちょっと YouTube 昨晩、昨日の朝ですね、お休みして、あ、間違えた、今朝ですね、お休みしてましたが、ホテルでですね、孫さんの AI に対するプレゼンを見ていました。AI の、性能とはですね、何ですか？頭の良さとは何ですか？というところでですね、AI はあのチップの能力と学習なんですということを言っていました。ならチップで言えば NVIDIA ですし、学習で言えば、まあ、LLM とかですね、あとテスラの道場ですね、ここで AI の頭の良さが決まってくると思うんですけども、チンパンジーは人間の10分の1のニューロン、まあ、脳の回路のような、ものですけども、チンパンジーは人の10分の1、金魚は1万分の1ということで、こんな、ABC とか全く理解できませんよということなんですけども、孫さんのですね、今後の未来 AI の予想、10年後に AI は人間の10倍頭が良くなるとね、予想しています。ちょっと気持ちも入ってるとはね言ってましたが、まあずれても誤差ぐらいだろうということでした。そしてその10年後一体何倍になると皆さん思いますか？なんとさらにその10年後はね1万倍ということで、かなり人間というかもう神に AI なるんじゃないでしょうか。1万倍ちょっと理解不能ですね。人間がこの金魚だとして1万倍ちょっと予想も、つかないんですけれども、150年ほど前に自動車やですね電気が出てきて、最初はこんなのダメだと言っていた人がいましたけど、今ね見てみるともう全く、すごい、進化を遂げていると思います。そして AI を使い倒す人とそうでない人は結果、20年後1万倍の違いが出るということになってしまいますけどね、そして人類はなんと、病気もね克服して死ななくなるんじゃないかということを言ってました。はい、この話を聞くとですね、チップを牛耳っているね NVIDIA などは一体どこまで行くんでしょうかとね、考えちゃいますけどね。はい、そして、バンクオブアメリカはですね、AI で、2030年までには、$15.7兆の経済効果を見込んでいるということで、NVIDIA も、ちょっと下がってきたところから今回復してきてですね、50日移動平均線、抜けてきたという状況です。今後もですね、NVIDIA を中心に AI の、進化、上昇がですね、目が離せないというところです。はい、2.2% NVIDIA 本日も上昇です。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次なんですけども、NVIDIA が20年後に人類の1万倍のですね、知性を有すると言うとね、もう NVIDIA ね、すごい株価になるんじゃないかと単純に思っちゃうんですけれども、マイクロソフト、NVIDIA とはまた違ってね、ソフト面で AI をリードして、ここが一番マネタイズいいだろうとね、言われているんですが、NVIDIA のように、ちょっと9月の末ぐらいからね、上昇してきていますね。ただね、やっぱりマイクロソフトもなかなかマネタイズ難しいみたいで、GitHub コパイロットっていうマイクロソフトの買収したプログラミングコードのね、自動生成などね、する AI の会社ですけど、ここが巨額の損失を出していると、ウォールストリートジャーナルが、昨日でしたかね、記事出してました。今、この、GitHub コパイロット月額10ドルとか年間100ドルでサブスクということですが、かなりコンピューターをね、使って
うパワーを使うということで、チャット GPT で言うと1回のやり取りで36セントかかるということですね、コストが。はい。そして GitHub コパイロットもね、ユーザー1人平均して月20ドルのコストがかかるとね、いうことで、なんとこれサブスク代が月10ドルなんで、2倍ということで、赤字すごい垂れ流すじゃんってなるんですが、150万人、もしも、ですね、利用者がいるなら年3億6000万ドルの損失となる計算ということで、結構ね、きついものがありますね。そして、今日は 1.23% 上昇してますけど、先ほど、ニュースでですね、8K 提出書類で、内閣歳入庁から289億ドル、まあ、日本円でいうと 4.2 兆円ぐらいのですね、追加納税を、ちょっとね、してくれというような通知を受け取って、たとね、いうマイクロソフトですね。これが2004年から2013年の利益についてのお話だそうです。はい、結構すごい税金ですよね。4.2 兆円の追加税とかちょっとわけわかんないんで、まあマイクロソフトはですね、さすがに控訴していますね。はい、まあこういう争い結構長引きますね。はい、そしてあとApple じゃなくて Google ですね。Google も 1.8% 上昇。おっと、Google のチャートすごく、こうしてみると強いですね。はい。こちらはですね、英国、イギリスに提出された書類ではですね、AI の研究所、ディープマインドっていうところが Google 持ってるんですけども、昨年従業員のコスト 39% も減らすことに成功したということです。2022年会計年度の7億3100万ドルから、2021年度12億ドルということで、12億ドルから 7.3 億ドルに減ったということですね。そして1月にはカナダの国際的な人工知能研究オフィスも閉鎖すると発表しているということで、 AI でかなりですね、人員削減など進めていますよということでした。ただし、まあ、利益もですね、22年度の利益が7490万ドルで、21年から 40% 以上減少ということなんで、一緒に利益も同じだけ減ってるということなんですけどね、この逆、ここら辺がですね、もっと、人が減っても利益が落ちないというフェーズにですね、これから突入していくんではないかとね、思います。はい、そして次はね、ディズニーなんですけど、ディズニー、はい。ディズニーがマイナスの 0.16%。もうチャートがね、ずっと、下がってきてますよね。そして、ディズニーのニュースなんですけれども、カリフォルニア州のアナハイムのディズニーランド、祝日など最も人気の高い時期の、シングルチケット料金が 8.4% 引き上がって194ドルということで、まあ、2万9000円ということなんですよ。これ家族4人行ったら12万円ぐらいかかっちゃうんですけど、日本はね、1万円ぐらいですね、週末の料金がですね。ですからアメリカ3倍高いんですよね。ちょっと日本人がアメリカに旅行行ってもディズニーにはなかなか入れないぞと。逆にアメリカの人は日本で逆ディズニー輸入、逆輸入ですかね。っていう風になっちゃいそうですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次は FOMC 議事録に、行きますけども、ですね、メンバーの大半は景気の先行きが不透明であると判断しているということですけれども、高水準の政策金利が当面維持ということはね、必要ということですね。はい。そして、先行き不透明というところでは、クレジットカード、自動車ローンの延滞率は、コロナ、前のね、数年の平均をもう上回っているというところ。それと、2024年から3年間の実質 GDP 成長率は、平均して今年より鈍化する可能性があると、考えているということですね。そして、自動車組合のストライキ、これも経済を鈍化させ、インフレを押し上げる可能性が、まあ、ちょっとはね、あるだろうという見解です。ちなみに4週間でこの自動車ストライキで4800人が、解雇とね、今なってる状況です。そして、今日は、GM ではですね、ゼネラルモータースと、カナダ、自動車組合が暫定合意ということで、一部は、合意が、進んでいます。
はい。そして、ちょっと気になっていると言ってたクレジットカードのお話ですけど、小規模な、クレジットカードローンは破産率今急上昇中ということで 7.51% となっていますね。この1991年以降、まあ、コロナの時よりもですね高くなっているということで、まあこれは継続的に心配なんですけど、どこまで上がるんでしょうね。金利とにかく高いですからね。そしてもう一つ、M2 マネーサプライのお話なんですけど、これが、これ前年比のやつでいくとね、マイナスに、突入していますよということですね。はい。これがですね、まあ、経済に流通している貨幣の量のことを M2 マネーサプライというんですけど、これが減っていくと経済活動に必要な資金が不足して、まあ、消費や投資が減る可能性があるということで、まあ、かなりコロナの時ばらまいたんで、まあ、量としてはね、前年より減っても多いだろうということです。多いから大丈夫かといえばですね、やっぱり減るとね、それだけちょっと問題があるということですし、この、まあ、普通にですね、平均的な話でいくと、この 25% 以上ですかね、出した分と同じだけマイナスにしないと平均はなかなか取れないとかね、言われていますけどね、今ちょっとマイナスにいったぐらいですけど、ここからさらにいくと、この1960年以降、ここにマイナスになってないんでですね、ちょっと何が起きるかわからないぞというリスクは、ありますね。はい。そして金利もですね、マネーサプライが減るともちろん上昇するんで、もう FRB はそこまで締め付けなくてもね、高金利上げなくても維持するだけでいいですね。そしてこのクレジットカードローンの破産率なんですけどね、まあ上がってますけど、ドットコムバブルとか金融危機、あとパンデミックですね、それよりも今高いというような状況で、クレジットカード金利依然として 20% を超えているという状況ですね。はい。じゃっかじゃん。じゃあ、そして次はですね、経済指標もついでに、見ていきますけども、どこ行ったかな？あ、これだ。アメリカの、生産者物価指数ですね。今夜は、大事な CPI。まあ、低下してればですね、もう利上げ、ますますなくなるんですけども、生産者物価指数ですね、その先行指標みたいな感じだと思いますが、前月比予想を上回りました。予想 0.3 に対して、結果、0.5% ということで、この5年のチャートでいくと、まあ、この3ヶ月は、前月比で伸びてきていますよということですね。はい。まあ、これはガソリンと食料品ですね。食料品価格がほぼ1年ぶりの高い伸びとなったことが背景。それと、まあ、エネルギーの高さですね。ただ、両項目を除いたベースは、0.1% 上昇ということで、まあ、やっぱ食品とエネルギーが牽引していて、それ以外はまあちょっとは上がってるけど、まあ横ばいと言っていいレベルではないでしょうか。はい、ここまで見ていいね、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。はい、それじゃあ今日の金利とかビックス指数見ていきますけど、ぐーっと指数は最後に上がっていって、まあ堅調ですね、プラスで引けています。ただちょっとちっちゃい株が中間的なやつと、あとグロース的なやつが少し、マイナスという感じですね。はい。そして、ナスダック一等賞でした。金利低下してます。そして、FOMC の利上げ、利下げ予想ですけども、おとといはですね、5月から利下げでしたけど、また元に戻って6月利下げに、なったという状況ですね。はい。そして金利は10年利回りマイナスの 2.1%、ドルはそんなに動いてないんですが、ドル円は149とまた150円を目指し始めてます。恐怖指数は大きく下がっても16です。そして恐怖と欲の指数は、おとといよりちょっと上がって33ですけどね。FOMC の前は47でしたから、まだまだ下です。そして、今日はナスダック、総合が、0.71% のプラス、SP500 0.43%、ダウが0.19ですが、ちょっと小型株、0.15% とマイナスになりました。実質金利は、この3日間は低下していますが、まだまだ高い水準となっています。今日は原油、あと欧州の天然ガス、ガソリンの先物などは、低下していますので、まあ、インフレは、まあ、今日はですね、緩和側という状況ですね。
そして、あとね、日本が全銀ネットがなんか、ちょっと動かないみたいで、UFJ とかですかね、ピンチみたいで、100万件以上取引で問題が起きて、50年の歴史があるけど、まあ、最大のちょっと混乱のようですね。あと、日本は、イオンが2年連続営業最高益ということで、まあ、いつも結構お世話になってますけどね、総合スーパー事業10年ぶり黒字ということで、まあ、ちょっと心配してたんですけど、まあ、イオンが黒字で良かったなという感じです。はい、じゃっかじゃーん、じゃんがじゃんが。今日は、自作の AI で、行こうと思いますけども、最近使ってなかったの、こいつの頭の先端が切れちゃってね、もう戻らないんですよね。まあちょっとあんまり人気のない AI ですけどね、行きたいと思います。はい、今日は、ドルは、まあそんなに動きなしということでしたね。ビットコイン、まあ最近ちょっとマイナス、1週間で 4% マイナスですが、この1ヶ月は 6% と好調でした。指数はまあ概ねプラスですね。はい、プラスプラスときて、トルコがマイナス 1.4%、 サウジも 1.7% のマイナスと今日は、なってますね。ちょっと、サウジアラビアが原油価格下がってるんで、1ヶ月で 8% ほど、下がってますね。はい、コモディティとかもそんなに大きな動きはないですが、中国のネット企業の2倍レバレッジの CEV、1週間で 16.3%、上昇ですね。ちょっと中国国債発行してね、政策転換しようとしているみたいで、ちょっと不動産中心から脱却するのかどうなのか、なんかちょっと転換期みたいで、それに反応を最近してるんでしょうかね。はい、で軍事は戦争、またねちょっと激化していくなら、やっぱ上がるよねということで、軍事の ETF 6.4% の、上昇と1週間では、なっています。はい、そしてあとその他のセクター、エネルギー原油価格下がってマイナス 1.3% ですが、まあ戦争の影響はそんなに、中東戦争の影響ねあんまりないんじゃないかと、まあちょっとイランの関係はあるんですけどね。はい、まあ歴史的にそれほど動かないみたいですね、最近はですね。はい、あとはまあほぼほぼプラスですね。ヘルスケアとかね、生活必需品、ディフェンシブなところがちょっとマイナスとなっています。はい、ガサム T はテスラ以外は、上昇ですね。テスラちょっとだけ下落、 AMC、5%、 最近元気が良くて嬉しいです。はい、情報技術セクターはまちまちですね。中小グロース株ですけど、ユニティプラス 0.8% ですけど、昨日でしたかね、 CEO がもうさすがにちょっとね、料金変更で問題になったんでやめますということで、交代ですね。あとパランティア1週間で 14% も上がってますが、これも昨日ですかね、米陸軍と2億5000万ドルの契約獲得ということで、まあ、AI とか機械学習機能に、取り組んでいますよということで、これもここは結構うまくいってる AI 企業とも言えますね。1年で 123% 上昇ですね。はい、でサイバーセキュリティはまあまあでしょうかね。クラウドストライクとか、G スケラー、クラウドフレアなどは1週間で 10% 以上上昇を見せています。はい、あと半導体 TSMC 来週決算ですね。1週間で 6% 上昇しているという状況で、1週間でチャンピオンです。NVIDIA 6.3% 1週間で来てます。はい、1週間でね、倉庫の AI これが 31.4%、 シンボティックめちゃめちゃ上がって、今日も 6% ほど、上昇していますんで、まあ、ちょっと注目ですね。1年で 223% 上昇、 NVIDIA は 304% 1年で上がってますね。はい、そして、ハイグロ系の新興国は NU が1週間で 11.5% 上昇と、はい、リフトも来てますね、11.3%。 やっぱちょっとやられてる株がだいぶ、来てて、ディズニーもねやられまくってましたが 7%、上昇1週間で、しています。はい、まあ、料金の引き上げね、してますよということですね。あとはちょっとバーッと飛ばして、それほど動きは、なさそうですけども、ボーイングの 737MAX 生産高が2年で最低レベルに今なってますよというのは心配ですが、今日も、上昇。まあずっとね需要はあるのでね、右肩上がりでじわじわと成長はしていくとは思います。株価も上がるとね思いますけどね。はい、そして、航空は、戦争の時
勃発、中東戦争勃発でちょっと下がりましたが、だんだんリバウンドしていってまして、まあ、このハワイアンにね、いつ入ろうかというのがね、ずっと気になってるんですよね。これ PSR が 0.1 倍、アメリカンエアラインとかも、なんか他と比べてめちゃめちゃ PSR 低い航空会社。今週からね、決算が始まるんで、楽しみですね。はい。バーンと下がんなかったらいいですが、ね、次はクルーズは、ちょっとなんだろう、NCLH、ノーエージャンがマイナス 5.7% で出来高も高いですね。なんかバッドニュースがあったのかもしれません。ホテル、レストラン、旅行はマイナスが多いですね。はい、CMG、チッポトレがちょっとまた値上げを、するということですね。はい、そして、電気自動車はジョビー。まあ、これは空飛ぶやつですけどね、マイナス 6.7%。自動車は、上昇ですね。はい、GM が、カナダの自動車組合と暫定合意。ただまだ、まあ、全体的には、続いてますね、ストライキ。マイナス 1.6% となっています。はい、ドラフトキングスも、すごく上昇している企業ですね。1年で 125% 上昇となっています。はい、財政が厳しくなってくると、こういうところがね、伸びてくるよと、地方財政とかですね。はい、金融セクターは、まあ、そんなに動きは、なさそうですよということで、素材も動きなし。エネルギーですけど、シェブロンとエクソンが大きく下げました。ちなみにエクソンモービルがついにね、パイオニアナチュラルリソーシズ、ここをね、買収ということで、$595、8兆8600億円ということなんで、大型買収がですね、成立ということですね。これは、1999年のモービルとの合併以来の最大規模の買収ということなんで、ますますエクソンモービル強くなっていくんじゃないでしょうか。はい。じゃあ今日は、以上になります。はい。いやー、米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。